株式会社キラ製度書店は、大分県大分市に所在する書店。1945年に、竹町商店街で開業した大分市を代表する、老舗書店である。第二次世界大戦後すぐに開店した老舗書店である。大分市中央町のセントポルタ、中央町商店街にあった本町店は、2階に、ギャラリーを備え、美術展を開催するなど、 大分市の文化の拠点の一つであった。1945年に、竹町商店街の中央町、商店街商店街との交差点格に出店。1971年には、中央町商店街の大分駅寄りに2店舗目となる、本町店を開店。この店舗は、竹町の店舗と区別するために、本町明青堂とも呼ばれた。また、三青堂書店と共同出資し、 1984年3月10日に、長崎青板店、地下1階に、大型書店の諦製三聖堂を出展した。諦製三聖堂は、資本金500万円で、出資比率は、諦製堂書店が6に対して3聖堂が4で、社長は、当時の諦製堂書店社長であった、後藤武則であった。この書店は、業績不振のために新業態の、 シャル長崎屋への店舗改装に踏み切った長崎屋大分店がその目玉として誘致したもので売り場面積960平方メートル書籍数約30万冊と当時大分県最大の書店であったしかし長崎屋大分店は4年後の1988年2月に閉店し明ら三山堂も閉店を余儀なくされたその後2002年に竹町店を 本町店に統合。2020年4月末をもって本町店での店頭販売を終了。5月1日に中央町内に店舗を移転するともに大分市新川西に本部事務所を置いて教科書の取り扱いや観光庁、企業等への外商を軸に営業を行っている。ありがとうございます。